同和大学さんはですね、非常に日本企業とのネットワークをお持ちで、今日もですね、たくさんの日本企業が参加されておられます。で、いずれもですね、日本は今人が足りない、優秀な人材を求めているという状況にあります。ですので、実践的なですね、それぞれの工学部、ホスピタリティ、あるいは看護、介護、そういったところで実践的な教育をされておられるという ところが非常に評価できると思います。これからますます日本は経済をさらに拡大させていかなければいけないし、ベトナムもどんどん経済成長していきます。日本は今経済世界3位ですね。でベトナムは今40位ぐらいですけども、どんどん順位を上げていく、日本とベトナムの距離が近くなっていくと思います。で日本とベトナムが組めば非常に大きなことがこれからできると思います。ぜひベトナムの人たちにはですね、日本に来てもらって、で日本人もたくさんベトナムに来ますので、ますます日越の関係が近くなっていく、そういうことを期待したいと思います。このような素晴らしい会に参加させていただいたことを光栄に思います。ありがとうございました。すごくこう会場に来た時もすごいこう歓迎をしていただいて、華やかですし、すごいこう日本のことをこう理解をしていただく努力をしているなと思いまして、すごく感動しました。どうもありがとうございました。これからですね、同和大学さんと、ウィルグループに関しては、まさにこう仕事を通して、関係をこうより深くできればいいというふうに思っています。まだまだ日本では人材が不足しているにもかかわらず、まだまだこう受け入れの体制が整っていないというところもありますので、こういう形で少しずつ努力をしていきながらですね、ノア大学の卒業の方、もしくはまあインターンの方、たくさん就業先、あとは教育支援、そこでお役立ちできるように頑張っていきたいと思いますので、これからよろしくお願いします。